ボートレース平和島シリーズ初日終盤戦の攻防です。迎えるカードは第11レースの記者選抜。ホーム側へと早々と各選手が入ってきました。へさきをスタート方向に早く向けたのは1号艇田上、隣には2号艇那須、そして5号艇の森田と並んでいきます。対戦メンバーは1号艇田上進、2号艇那須啓太、3号艇遠藤浩二、4号艇牧浩二、5号艇森田俊介、6号艇入澤雄二、以上の対戦です。1コースには1号艇田上進、そして2コースは2号艇那須啓太、センター3コースに5号艇の森田俊介。このカードは A1 選手が2人です。2号艇那須は前半レースは逃げての勝利、そして5号艇の森田は前半カードは4コースからまくっての勝ち星でした。4コーススロー構えで3号艇の遠藤浩二、遠藤は今日はここ1走、2艇が後方にボートを引いて、5コースの角1は4号艇の牧浩二、牧も前半レースは勝ち星を挙げています。そして6号艇の入澤雄二がオーストロックコース、スタイルは4対2と分かれました。風は緩やかな追い風気味のコンディションです。第11レースはインコースから1番、2番、5番、3番、4番、6番でスタートしました。3号艇の遠藤は大きく遅れたスタート、1周目1マークへ向かっていきますが、陰線からまずは1号艇田上が1マークを先制、まくっていく5号艇の森田、内からは2号艇那須で向こう上目へ入りました。先頭は5号艇の森田がまくりきってリード、後続との定冠早くも6停身7停身上げています。2番手追走は2号艇那須、その後ろは定冠角僅差で6番1番4番と追走です。スタートは前提正常でした。1周2マークは5号艇の森田が先行ターン、2番手は4号艇の牧が続いていきますが、2号艇の那須が差し返して、さらには6号艇の入澤、直線コースへ折り返しましたが、2番手は接近戦となってきました。レースは2周目に入っていきます。先頭は5号艇の森田が独走状態で2周目1マークに差し掛かっていきます。2番手争いを内から6番2番1番と3艇並走ですが、2周目1マークは2号艇の那須が先に回っていきます。4号艇の牧が内をついて、6号艇の飯沢が外、バックスレッジへ入りましたが、先頭から現在は5番2番6番の体型となっています。その後ろ定間隔2停身で4号艇の牧4番手、後ろは1号艇高見、最後方は3号艇の遠藤が続きます。2周目2マークから直線コース、5号艇の森田俊介が先頭、2番手は2号艇那須啓太、3番手6号艇の飯沢雄二で上位体制、5番2番6番でラスト1周へと入っていきます。3番手後方は定冠4、5停身相手、4号艇の牧、1号艇高見、最後方は3号艇の遠藤の順です。最終周回の1マークから最後のバックスレッジ、先頭は5号艇の森田俊介、2番手は2号艇の那須啓太、3番手は6号艇の入澤雄二、後続定冠2停身で4番手から4号艇の牧が前を追っていきます。ザーラストコーナーの旋回、5号艇の森田俊介は今日初日連勝ゴールへ向かっていきます。2番手追走は2号艇那須啓太、3番手は6号艇の入澤が守りきりまして、体勢は5-2-6でゴールインです。先頭5番森田1着ゴールイン、2着は2番の那須ゴールイン、3着は6番入澤、後ろは4番牧、1番田上、3番遠藤ゴールインです。